レイズコールが始まりました。パッドにマッキーがポンと力強い音をしました。シュート、おーしっかりとございました。リバウンドもこぼしました。スラッシング、相手のスティックで選手を叩いたというペナルティです。おっと入った、おいいシュートだったんですけれども、ポストに阻まれてしまいました。トリッピング妨害プレーがジャッジされています。おっとどうだ、枠の外というふうに見てるでしょうけども、やっぱりあのトップアジアの、ね、選手たちが集まってるわけですから、まあ、どの選手もあの本気で、あいやクリスさんが何か勝利の代名用なのかなという感じで始まりましたけど、ね、あのもう本当にこんなこと喋ってこいというのは言ってもいないんですけども、しっかりとまとめていただきましたクリス渡辺さんでした。おっとっとビッグセーブですね。なるほど、さあ中盤戦の山場かもしれません。おっと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 、これは声が出ていますがインターフェアじゃないかっていう。ただここは上がるっていうことは、あ、どうだ、危ない、まだ、あ、2対1ですね。はい、さあ2番、さあどこから打つ、さあ残り1分と今コールが響きました。どうだ、押し込めるか、ホイッスルです。そうですね、まあ、今年はどういった選手が、あ、入った、おー入ってました。なかなか簡単にはゲームは動けませんが、さあこれでまたネジを巻いて、ただフリーブレイズは奪い返して、あっと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 、危ないか、どうだ、ナイスシュートです。いやここはもちろんいるわけですからね。そうですね、はい、まあ今、まあ、3年目4年目の選手ですか。あ、はいはい、ポスト、ここは相手選手が立って膝を押して小さくして、そしてシュート、いかがだったですか。そうですね、はい、まあ、やはりこううまくこうパス回しして、で一瞬の隙ですよね、まあ、バンパーと言われるこう真ん中の選手、はい、そしてブルラインへ、あと、歓声がスタンドを見ました。ナイスプレーですね。いやこれはおこばれ、ね、見事なプレーだということでお言葉もいただきましたけども、少なくなっています。
さあフェースオフからホーンが引いて試合終了です。